こんにちは。10月19日週刊仮想通貨ニュースです。はい、はい、今回すぐ行きますよ先日ありました。今日は2人の理由は話さないですか？ああ、ちょっと長なるからね長なるから、まあ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 、ただ一つだけ言わせていただき、ちょっとだけ言わせていただきたいのは、久しぶりの二人やからか知らんけど、七藤さんなんで緊張してん。緊張してない、緊張じゃ。もう20年来の友人やのになんで二人気になって緊張してん。緊張してないか。一本目見てください、すごい緊張してない。いや、してない、してない。はい、行きましょう。言いがかり、言いがかり。次ですよ。はい。この間の G20 の見解で FSB ですね、金融安定理事会ですけれども、レポート出ました。でまあ英語やから、まあちょこちょこっと流し読みぐらいですけれども、あの大体ですね、マネーロンダリング対策、あとボラティリティがでかいんじゃねえのみたいな、でまあ投機に対するリスクみたいな、そういうリスク的なところをまあ、こってり書かれてるという、まあ何ちゅうかね、前も言うててやんそれってみたいな。いや僕も今思いましたけどあの1年前とかと比べても大して変わった、変わってない、変わってない、多分ね、いやどうなんやろ、あんま進んでないんじゃない、進んでない。今回で何かいっぱい決めるんじゃなかったんですか？言うてた、各国に宿題が出て、そうそれを今日今、ね、7月とかで延期延期になって、この10月で決めちゃおうという趣旨の G20 やったんです、ね、それがこれだいやいや今まで言ってた今まで言ってたやつやんだからパッ、いや変わってないんですよ、はい、結局これが答えなんやと思いますね。答えの、それもマネーロンダリングしたらあかんよ、クワティティ高いからちょっと気をつけよう、そう、投機に対するリスクあるよ、いや普通やろ普通普通ほんでこれも前に言ってましたけど、今市場の脅威にはならない、はい、が今後成長していくと脅威になる可能性があると、はい、ちょっとこの今後のところは付け足されたかなぐらいかな。なんでもう今までと同じ感じなんで、やっぱりどう、あのこの流れでは ETF の実現可能性薄いと思わざるを得ないですね、僕は。はいはいはい、なんかこうもっとポジティブなこととか、なんかこんな規制しますっていうようなことをちゃんとやってくれないと、なかなか動きにくい株組織というか、はいはい、そうですね、世界の規範みたいなものを作ってもらわないとね。まずそのボラティリティとか投機のリスクに対して規制して投資保護しようっていうのが今回の宿題だったんですよね。そう、それはなかったので、じゃあ ETF も実現難しいんじゃないかと、そうと僕は思ってますね、はい、だから期待はできないですね、ETF 上げっていうのはちょっと難しいと思います、はい、多分ね。マネーロンダリングはおそらく、結構前言ったら犯罪に使われてるじゃないですか、仮想通貨って。まあまあまあ一部のね、人のね、まあそれは現金の方がね、キャッシュの方が思いっきり使われてますけれども、それでもまあニュースとしては出やすいんで、足がつきやすいしね、まあまあ、その痕跡が見えるというか、はい、現金のやり取りは分かんないですけどね、現金って、その場を抑えないのに、そう、もう痕跡さえ分かんないからね、ほぼ、っていうのを、そのマネーロンダリングとかっていうのをどう防止ができるかっていうのが、まあ課題になってくるんやろうなっていうふうな、一緒、変わってないっす変わってないっすわ、じゃあみんな結局集まっておいしいもん食べたらバリ島ええなあ言ってあったかいなあ言ってまあ真剣にね論議し合った結果、これがこれだったんですよ。なんかまたね、はい、また追加でなんかあるかもしれないです、決まったこととか、まあ、出てきたら言いますわ、はい、残念っていう感じですけれども、はいはい、今回ね、株式市場大暴落とかあったから、もう仮想通貨なんか喋ってる場合じゃなかったんかもしれんしね、本当に。まあ、確かにね、ちょうどアメリカ株が大暴落した日ぐらいですからね、そうそう、開始した日が、そうなんですよ、まあ、ちょっと仮想通貨も手が回らなかったっていうことかのかもしれないですね、そう、前のレポート出してきたんちゃう、ほとんどコピーして学生がやることや何も決まってないねこれみたいな、いやいや前のコピーしとっけみたいな、ね、ちょっと前のと組み合わせたら分からへんわ、そう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 学生これで怒られてるかもしれないです、担当者学生レベルかお前っていうね、はい、はい、次です、うん、フェ
フェデリティ参入ということで、これは大きいですよ、うん、あんまりニュースにはなってない気もしますけれども、加納さんレベルになるとフェデリティのね、はい、でかさが分かると思うんですけど、でかさというか、うん、全てがそうですね、全てがこの世の全てだワンピースはいはいはい、うん、まあ大手ですよね、大手で、まあ、最大級そして超老舗、白ひげみたいなもんですか。白ひげ、そうですね、もう4校2派も入ってると思ってもらったらいいじゃないですかね、うん、うん、4校に入ってる、そのロジャー時代の人たちかな。あ、1個上の世代そうですね、うん、そこが仮想機関投資家向けですけれども、仮想通貨取引サービス開始するっていうことです、はい、うん、800兆円相当の資産を管理する、うん、世界最大級の老舗企業ということで、はいはいはい、まあ、いろんなファンドマネージャーとか投資家さんがここら辺の出身です、うん、ピーター・リンチさんとか有名な方で、ね、もうここの出身のファンドマネージャーですし、うん、であと1990年代とかは、はい、まあ、ロスチャイルドともすごいつながりがね深い、投資銀行で、ああ言うんや、うん、そうですね、そうですね、90年代とかドナルド・トランプさんが大統領の今のね、はい、そう経営難を、そうロスチャイルドとかといろんなことして、ロスチャイルドさんとかといろいろして、うん、立て直したりしてます。だから大統領ともおそらく関係が深い、深い、うん、というところですわ、はい、だからもうかなり力を持ってるところと思ってください。力と金を持ってるというところですね、うんうん、というイメージしてもらったらいいんですけども、そこがね参入してきたっていうことはものすごいでかいニュースだと思います、はい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 、11月にはもうバックと、うん、ニューヨーク証券取引所の親会社のアイスの設立した仮想通貨決済プラットフォームですね、うんうんうん、取引所じゃなくてね、はいはい、うん、決済できるようになるっていうやつです、うん、カードみたいに。でそこが11月動き出すんですけれども、はい、それに合わせたかのようにお、うん、フェデリティも入ってきたと、はい、フェデリティですね。それはだってうん、上の方は税みたいな人たちが一緒に考えてるんで、ね、そうですよ、あ、今で言ったらご老生、そうご老生が考えてますからね、うん、で、まあ、新会社、はい、フィデリティデジタルアセットサービスっていうデジタルのところを扱うよっていうような会社を設立されましたそれは映画なんですこういうところの老舗が入ってくるっていうことは、はい、ウォール街の、ね、機関投資家からの資金の流入が期待できると、まあ、もういうことですね、すごいしっかりした信頼がどこですかね。そうですね、うん、まあほぼ約束されてると思います流入は。ああはい、うん、フェデリティが入ってきて、はい、何も機関投資家とかが入ってこなかったとかやったらやりませんからね、そもそも、うんうん、だから仮想通貨市場に資金は流入してきますと言っていいと思います。おーおー、いい、めっちゃいいニュースですね。だから、うん、かなりプラスのニュースですよ、うん、だからこれ2017年にこんなことになってたら暴騰してるでしょうね、一瞬で。あ、去年のイケイケの時やったね。そうこのポジティブニュースが、そうポジティブにさらに解釈されるんですね。ポジティブがポジティブ予備です、はいはいはい、でも今回はまあ価格にほぼ影響なしと。まあ、でも逆にそれは大口さんが仕込みやすい時期ですね。そうですね、うん、うんっていうことになりますね。計算づくなんだよこういうの。ちっちゃい声で言わんねえ。フィデリティのこの新会社のですね、うん、CEO ですね、はい、ビットコインのような真のデジタル資産を多くの投資家の方々に提供することを目指していると。おーおーおー、仮想通貨新しいアセットクラス資産ですね、はい、で長期目線で投資と実験を繰り返しながら仮想通貨に対する理解とその活用を普及させていきたいということで、かなり前向き、かなり長期目線で考えてますよっていうようなことを言い張りました、うん、はいはいはい、なんかすごくなんか励まされましたねちょっと価格が下がってるとこで癒しになった、ね、そうそう癒しありがとうでですね、はい、うん、この動きからですね、うん、バックトとか、はい、まあ、フィデリティの動きからですね、うん、何かと話題に上るノボグラットさんですね、現ギャラクシー CEO で、はい、元フォートレスインベストメントですね、うん、マネージャーですけれども、はい、来年の第2四半期、来年の第2四半期、はい、には BTC は最高値更新すると予想。おお、200万円超えていく。そう、おお、予想です。第2四半期4月とか5月ぐらいかな、4、5、6ですね、うんうんうん、で
パンテレキャピタル、うん、投資部門トップ、はい、パンテレキャピタルっていうと仮想通貨で年利なんかなあれじゃ5年ぐらいで1万%とか達成してる投資会社ですけれども、ここはですね、まあここはまあポジショントークバリバリやと思いますけれども、次の上昇相場、つまりこの下降トレンドが終わって底ついて次上昇に転じた時には市場規模が2兆ドル超えると、200兆円超える、そう、今だから2100億ドルなんで10倍ってことです。10倍になるってことですよね。そうです、つまり、まあ、代表格の BTC とか上位の通貨とかも10倍近くにはなる可能性はなりますよね、あるっていうことですよね、この人言っちゃってますよっていうようなことで、買わな、そう、買わなというか、もう僕紙の資金とかずっと持ってるだけでいいかなぐらいにね、はい、思っちゃうということですね、うん、どっちもねこの機関投資家目線からですね、はい、でまあポジショントークもあるでしょうけれども、機関投資家目線からその層にこう安心感を与えるから、こういうニュースがね、バックとフィデリティがあの資金流入があると見て良いというふうに2人とも考えているということですね。なるほど、うん、大きなニュースですよ、うん、そう大きいですね。でもこ この発言を真に受けるのはあれですけど、うん、そういう大口が本当に入って、まあ、今の大口じゃなくて本当の大口が入ってくる環境が整ってきてるってことですね。そういうことです、うんうん、ちょいちょいした機関投資家ではないっていうことですね、うんうん、本物が入ってきたっていうことです、うん、で次ですけれども、はい、ちょっとねお上の動きとか大きな動きではないんですけれども、うん、はい、ビットコインキャッシュについてさすがにそろそろ触れときましょう。ああ、そうですね。ビットコインキャッシュハードフォークします、うん、11月15日です、はい、でこの11月15日が実は僕アップデート程度でしょ的なことを言ってたんですけれども、今まで、ああ、そうですね、うん、ハードフォークっていう分裂するんじゃなくて、うん、ちょっとパワーアップするぐらいかなって言ってましたね、うん、言ってました、はい、あの説明がめんどくさかったからただ、うん、ほぼ確定で分裂しそうです。え、また、うん、で一応ね10月15日ぐらいには、うん、その方針が固まってるだろうと言われてたんですけれども、はいはい、で公式の発表あるだろうと言われてたんですけれども、うん、今んとこ公式の発表はまだないみたいですね。ほうほう、でもほぼ周りの状況とかあの取引所の対応とか見てみると、うん、もう分裂に用意していってるんで、ほうほうほう、分裂しますねこれや。もともとはだからビットコインがあってのビットコインキャッシュが生まれ、うん、そのビットコインキャッシュが今度はビットコイン何になるか分からないですけど、うん、ビットコインキャッシュみたいなのあるってことですね、うん、ビットコインキャッシュからビットコイン SV が生まれようとしてます。あ、もう名前も 見えてきてるってことですか。名前も決まってます。 SV ですね。おう、うん、BSV というものになります。はい、うん、でこれが 、うん、なんでこうなったかとか、うん、いうのはもうめんどくさいんでやめときます。そこ一番聞きたいんですけどだってそういうふうにビットコインじゃなくて意図して作られたビットコインキャッシュがさらに分裂するんで、そう、何か問題が大問題があったってことじゃないですか。いや大問題、まあ一応あったんですけれども、うん、まあ簡単に言うとですね、簡単に言いましょう、はい、ジハン・ウーさんが、うん、まあ旗を振り上げてですね、はいはいはい、ビットコインキャッシュだと言って分裂できました。でそれはですね、もうビットコインはもうすでにもともとの中本聡の考えたビットコインじゃないじゃないかと、はいはい、うん、もう一部の人たちになんかうまいことやられているだけじゃないかっていうことでビットコインキャッシュ作ったんですけれども、うん、今回、まあ、ハードフォークしてバージョンアップしようとしました、はい、そしたらそのビットコインキャッシュを開発している人たちの中に、うん、クレイグライトさんっていう方が率いる N チェインっていう会社がありまして、はい、でそこがですね、うん、この人はあれです、僕が中本聡だって言い張った人です。おー、うん、でその人たちがそのバージョンアップしたビットコインキャッシュはもともとビットコインキャッシュがその中本聡の理想に近いっていうことでやってたのに、それはまあ言うたら僕の理想のビットコインではないって言い始めたんですよ。ああそのN チェーンの、 N チェーンの人とか、ね、クレイグライトさんがね、はい、うんうん、まあ、自称中本聡さんが、自称中本聡さんが、うん、はいはい、言い始めたわけです。ほうほうほう、うん、であの SBI です、
SBI のブログなんですけれども、はいはいはい、ハードフォークについてっていうことで、うん、もうこういう感じでハードフォークしてるするのに準備してますよということで、うん、BCH 保有者には保有量に応じた形で新コイン供給する予定ですっていうことを言ってます。ほうほうほう、うん、北社長もですねもう分岐は避けられないということを、うん、見てるみたいですね、うんうん、なんでまあ多分しますねこれや。おお、クレイグさんが言うてはるそのフォークコイン、うん、ビットコイン SV っていうのはこういう感じのやつです。あ、今見ちらっと見ましたけどビットコイン SV ってビットコインサトシバージョンってことなの、うん、本物のサトシのちゅうか俺の理想のビットコインみたいな。すごい強気な名前つけたな。そうサトシビジョン。そうそうね、クレイグビジョンでもいいのにね。うーん、うんうん、そういうことなんですよ。だからこっちはビットコインキャッシュの方、はい、ジハンウーさんのビットコインキャッシュの方はさらにそのバージョンアップ、はい、新しいものになろうとしてるんですけれども、うん、このサトシビジョンっていうものはもともとの原理というかに戻ろうとしてるんですね。ああ、なるほどなるほど。そこで分岐しようぜみたいな感じになってるわけです。あ、もうちょっとなんか長いじゃないですけど方向性の音楽、いやもう喧嘩です。音楽性が違うわけです。そうそうそう音楽性が違う。まあこれ かなり喧嘩ですよね。はい、うん、まあ、喧嘩というかほんまになんかその理想に燃えてやってるかどうか分かんないですけどね。もう儲けたくてやってるかも分かんないしね。サトシさんの方もサトシさんの方サトシちゃうけど、うん、でですね、はい、ここにですね、うん、ジハンウーさんとしても、はい、うん、ライトさんを偽物のサトシと呼んでますっていうことです。でビタリックさん、イーサリアム作った人ですけど、うん、ビタリックさんもライトさんに対して、うんうん、この分裂回避するために、うん、そのクレイグさんと妥協すべきではないと、ほうほうほう、うん、ライト氏を決定的に追放するべきだと、うん、断固拒否するべきだということを言ってます、はい。この機械いい機械じゃないのと、変なやつ追放する機械じゃないのっていうふうに言ってます。はいはいはい、クレイグさんのことを詐欺師って言ってますね。めちゃくちゃ言われてるやん。結構強い論調でツイッター上で言い合うのが今流行りなの。そうですね、仮想通貨の界隈では当たり前ですね、うん、ほうっていう感じでバチバチやってますよっていうことで、うん、はい、今回のねこのサトシビジョンは、うん、分岐はするんですけれども、そこに価値がつくかっていうのはまた別問題 で、ね、ビットコインゴールドまではそのビットコインから分岐したフォークチェーン、あ、フォークのコインって価値が ついたわけですけれども、うん、ビットコインスーパーとかですね、フランとか、そうそう、いろんな、我らがゴッドはどこ行ったの、だからないってもだからビットコイン SV もそういう末路をたどるでしょ、うん、どうせっていうふうにビタリックさんは言ってます。ああ、なるほど、うん、という感じで、うん、一応ね、うん、ビットコインそれを目当てにビットコインキャッシュを買いに走るっていうのはどうなんやろ、そういう動き起こるんかな今の市場で。ああ、そのこのビットコイン SV が上がれば、うん、美味しいですもんね。美味しいですからね、フォークコインはもらいたいっていうのは前までの流れですね、うん、はいはい、でも今回はどうかなっていう感じですね、うん、まあちょっとこのドラゴンマークかっこいいからええかなと思う。長くも思った中二秒だから買いに走るかもしれないですね、ビットコインキャッシュもうあれビットコイン NV 作った、七節バージョン、七節ビジョン七節ビジョン羊のマークで作りましょうかこの流れに乗っかっとったらちょっとなんか起こるかもしれない。ほんまやな実際よくわからんコインも今回湧いて出ると思いますね。ほんで、あ、ま、ね、また前みたいですね、また湧いて出るんじゃないかなとも予想してます。うん、多分そういうのには勝ちつかないけどね。あ、はい、っていう感じですね。今回は、こんなもんで終わりにしておきます。次回はですね、うん、仮想通貨界隈、はい、いろいろ動きがありました、うん、そういうところをねちょっとそんなんやったらあかんやろっていうようなこととかもいろいろありましたから、はい、まずそういうのをお伝えしていきたいと思います。はい、わかりました、うん、で一応、まあ、こういうちょっとそうまた一悶着も相当ありそうですけど、うん、まあまあ
その背景で、背景というか裏ではもう大渕さんが入ってくる環境を整えつつあるということ で、 そうですね、ちょっと混迷としてますけども、うん、ちょっと未来的に明るいですね。未来的には明るい、長期的には明るい、ね、明るいですね、うん、はい、そんなニュースも出てきましたけど、はい、なんか次はゴタゴタしたニュースが出てもっとゴタゴタした分かります、うん、それもね、ぜひちょっと見逃さないためにもチャンネル登録のお願いいたします。メルマガトライネットやってますので、ぜひこちらもご登録ください。そしていいねボタンもよろしくお願いします。この動画がいいと思われた方はぜひシェアの方もお願いします。動画説明欄、この動画からの説明や Twitter、Facebook など Instagram のリンク貼ってますので、ぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。